うわ、ね、ちっちゃいなちっちゃい、うまい、おい、うまいぞ。あと1キロ。あれ結構意外と近いですか。で今行くとこって民家っすか。普通の渡辺陽ちゃんの家なんだよ。え、いや、もうあんまないですよ、選択肢が。あ、でもここだ。あ、ここだ。あ、こんなおしゃれなの。はい、あー、ここか、ここだ。はい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 。泊まりましょう、とりあえず。オランダ館ですよ。っていう喫茶店なんだね。はい、ファンの人が割り出したのよ。ここなんじゃないかっつって。あ、もう本当にわからないけど。うん。ほら。うわ、ここだ。間違いないよ。ほら。本当だ、本当だ。よく割り出したね、これ、ファンの人。ほら、ここ、横がさ、本当だ。これあるじゃん。ありますね、柵みたいなね、うん、階段の。そうそうそう。はいはいはい。だ川沿いなのよ、陽ちゃん家は。電柱ある喫茶店になってるところが、陽ちゃんの実家。本当だ。で、なんで距離を感じてくれって言ったかっていうと、はい、陽ちゃんがさ、ビューオでマリちゃんに相談して、はい、家に帰って、はい、待ってたらチカちゃんが自転車で来るの。ほう、なるほど。さっきの旅館から自転車でチカちゃんは夜中よ、夜よ、チカちゃん自転車走らせてここまで来るのよ。で、ごめんっつって、私バカ用だっつって。なんとなくやれるんじゃないですか。ちょっといい、チカちゃん役やってもらって。誰が写真撮るんだよこれおっさんが抱き合っとるだけないか、道端で。入っていいんだろうね、喫茶店だから。中に一応ありますよ。てかもう陽ちゃんだらけだ。ほら、もうそうなったんです。だからね、すいません、 YouTube の撮影してるんですけど、中で撮影ってまずいですか。お客さんは映さないようにします。大丈夫、映らなければ。すごい、入れるよ。わあ、陽ちゃんです。すごい、だってもう渡辺陽だらけだ。ほら、実家だからやっぱ。斉藤さん、ここって渡辺陽さんの実家ですよね。あ、どっかで行ったかなと思って。あ、お待ちとりました。わあ、やっと来れました。ありがとうございます。ありがとうございます。え、ラブライブ公式メニュー、陽ちゃん家のハンバーグだ。これ食べないと。これは、まあ、これ食べないでしょうよ。頼まないわけにいかないですよね。一つずつ、はい、はい、水出し、水出しのオランダのね、まあ、確かに一発、これはブラックで一発ね。あ、うまい。なんだろうね、優しいね、陽ちゃんみたいでもわかる、水出しだからだろうな。うん、あ、来た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 、早い早い早かったじゃないですか、はい、めちゃくちゃ早い。わあ、かわいい。あ、ちゃんと怒りになってる。よう揃うじゃないですか。横じゃないかね。あ、いいですね。このお客さん。これは嬉しいな。これはちょっと感無量ですね。チーズが入ってるようちゃんちのハンバーグ。そう、すごい楽しみ方ですね。うん、作品に出てくるキャラクターの実家に行くのって今までなかった。友情？でも俺が知らないだけで昔からあったのかもね。スタート、一番スタートは何だったのか確かに分かんないですね。これまでおそばって言ってね、りょうちゃんが作るんですけど、あの、よくそばにそれにね、こう刺すんです。今度それを食べてみてください。はい、はい、やったぜ。いや、そういうシーンがあるってことですか。ちゃんとそういうとこまで意識してるものなんですね、これがね。だから本当に自分の娘のようにママさんが可愛がってんのよ、このキャラクターを。それが嬉しいじゃんね。だからファンの人も来たくなるの、オランダ館に。幸せだよ。いい楽しみ方だなと思いましたね、一緒に今こうやって来て。羨ましいでしょ。だから俺ほど行けてないから。全然違うんで。ありがとうございます。よーい、揃う。うまかったな、チーズインハンバーグ。ハンバーグ、あのスパゲティの感じもいいんだよな。いよいよキャンプ場です。わあ、いい道だね。なんか気持ちいいですね。綺麗な紅葉。ここら辺じゃないですか。これインザパーク。
なんかおしゃれ。すごい。おしゃれな建物ですね。すいません。YouTuber の田村です。山賀さん。はい、あ、山賀さんですか、はい、すいません、今回。なんか、これ、あの、つまらないものです。あ、そんなこと、そういう言葉言うんすね。初めて言ったから、ちょっと。つまらないこと。つまらないものですが。ちょっとお世話になります、今日。こちらこそよろしくお願いします。ね、僕たち YouTuber にできることがあったら、はい、宣伝とかもしますんで。なんか、まあ、ここ宿泊施設なので、うん、ちょっと変わった球体の浮いている。球体の丸いテント、じゃあ後で僕行っていい部屋ですねって紹介しますんで、金額の方ってまだ下がりますあの、そうですよね、はい、なんかIn the park! みんなも来ようよIn the park! 他もやりますやりますよ、まずはもうこれだけじゃない、まずはもう やらしてほしかった、これはやらしてほしかった、では荷物を開封します。さあ出しましょう。はい、はい、いいねいいね、いっぱい来てるね。また開けてないですか。現地で開けたい派なのよ。それで前回やっちゃってんのよね。なんかね、いい感じ。調味料、そうそう、すごいいい感じ。あー、いいアマゾンだね。よしよしよし、また開けてないんだよな。もう大丈夫ですか、あのえ、でまた開けてないのよ、このアマゾンが。不安だな。またアマゾン出てきた。アマゾンだらけなのよ。いや、キャンプ場で開けるから醍醐味なのよ。あ、さらに段ボールがあるパターンだ。段ボールの中から段ボールのパターンね。ちょっとこのナタでいくかな。うわ、めっちゃ切れるこのナタ。1万2000円したんだこれ。でも分かんないけど怖えのよ。1万2000円だぜ。なんか分かんないけど2メーターぐらい距離取っちゃうのよ、怖くて。あ、立派そう。ちょっと手伝ってもらっていい？はいはいはい、今の淳さんの右腕とも呼べる男、藤田。嫌なのよ右腕、全然動かないから。いやいや、はめてってよ。これ設置場所ここでいいんですか？いや、向こうにするけど、まあここで作ってから。あうんの呼吸っすね。どこがだよ。オッケー、テーブルは完成。完成で、ここに野菜とかのっけて。はい、何買ったかもちょっと忘れちゃってんな。何マット。これはうちの嫁が注文したやつです。で、中身やっぱチェックして、これ家でほらヨガとかやる方が。ちょっとこれ嫁に怒られちゃうから。嫁の入っちゃってる。来た来た来た。これはそうですね、ケトルだ、ケトル。ちっちゃー、思ったよりちっちゃー。ほら、ね、ちっちゃーなー。ちっちゃー。もういや、これでコーヒー、この前コーヒー入れるのにさ、確かに別であった方がいいと思って、ね、救ってやってましたもんね。買ったのよ、私。何杯、一杯ずつだろうね、これは。一杯ずつかな。来ました、着火剤です。これはゆるキャンで使ってた。シミレコでやってたやつだ、うん、これ1個で30分から45分燃焼するから、すぐアマゾンでポチったのよ。うわ、ちょっと自分だけグレードアップしてる。あったかい靴。いや、もう自分だけグレードアップ半端ない。これつま先がもうぬくぬくだ。だからトータル今回全部買ってきたってことですよね。ワークマンですから。そうですね、全体的に。まあ足元はちょっと違う。もっと買ったんだよね。私買ったんですよ、これ。え、炭をこれでいじるんですよ。炭をいじる棒が売ってるんだと思って買っちゃったんだけどね。贅沢だな。それ贅沢しましたね。これちょっと高かったんだよな。炭は何でもいじれるからな。これだよ、またちょっとぬくぬくくんね。ミスれ、サイズミスれ。忍者や。全然寒くないよ、もう耳絶対寒くなるから。これでも絶対あったかいよな、うん、え、誰だか分かんないの。いや、バレないと思いますよ。田村淳。あ、ここで。これはね、アウトドアショップに行って買ったんですよ。え、
これも待って、何それ、どんな感じかな耳どんだけ怖いの耳猫飼っちゃったよって前めちゃめちゃ寒かったね、俺耳。あ、バネが、ね、あの、あれが入ってるわけじゃん。ちょっと入ってる、針金が入って、針が入ってますね。あ、キャンパーっぽくなってきたな、なんかこう形が北の国から感もありますね黒板五郎じゃないんですよあー、これもね、前回ね、あの焼きそばとか作れなかったんですよ。そうなのよ、麺は買ったけど鉄板ないっつってね、そばいけなかったんですよ。大慌てよ、いしょ。やっぱ前回やってるから早いっすね、ちょっとね。そうだね。で、こうで、そう、テーブル持ってきて、うんうんうん、高いってやったね、これやったやったやった前回のね、これ高いってやったのよ。こいいですか、ちょっと。うわ、買っちゃったんですね。本当に買っちゃったんだ。出たばっかりの。あ、そうなんですか。最新ドローン。マビックミニかな。行こう行こう行こう、行きましょうこれ。めちゃくちゃコンパクトでかっこいいですよね、色とか。行きますよ。うわ、すげえ。行くよ。行きましょう。あ、もう見なかった。うわー、え、だいぶ行きましたよ。あ、こういう感じなのね。見えてます。うわ、すごいよ、ほら。全然イメージと違う。え、結構整えられてる場所なんですね。そうだね。あそこなんだろう、白い建物がある。あ、すごいスピードで行ってる。あ、さっきのインザパークさんだよ。みんなおいでよ、インザパークですか。どこいるんだ、見えない、目じゃ追えないですわ。あ、こっちに宿泊施設があるんだ。本当だ、ほら、一望できますね。すごいおしゃれだよ、ここの宿泊施設。本当だ、インザパーク。都会の喧騒を忘れ、自然の奥深け。うわ、なにここ。いや、めっちゃいい、めっちゃいい。冷暖房あって、はい、夜景、まあ、星とかが出てたら見れるってことですよね。あとはやっぱ朝とかはここ森がもうバーって広がってるので、起きたら森みたいな外から見たらまたね、幻想的でね、いわゆる映えですよね。あと外からも写真撮りたいですよね。これだから、ロンブーチャンネル見てきたよって言ってください。そしたら、あの山田さんが、あ、そうですかって言ってくれます。特に割引ないのね。インザパーク。CM できましたね。うん、はい、お帰りなさい。え、俺ってこんなダサい感じで写ってる？今日俺ずっとダサい、こんな。ずっとこれですよ。あ、そう。どんだけ服のパターン持ってきてんのよ。え？また変えてるやん。全部ワークマンだよ。これもすか？うん。あ、これまたいいな。いいんすよ、やっぱこの黄色とか赤が。そうだね、映えるよね。やたらオシャンティーなんですよ、今回のメニューは。沼津の魚介のスープ、はい、あのね、いいタラがありましたから。いろいろだから幅は広げていけるんですね。あ、ご飯をさ、炊ける、お前ご飯炊けるくんだっけ。ご飯炊けるくんですもう余裕ですよ。飯盒なめんなよ、田舎育ちですよ僕は。玉ねぎ、ちょっとお先にいただきます、ね。あ、どうぞ、はい。2.5 で、あ、うまいな、伊豆ワイン。お、マジでうめえぞ、この伊豆ワイン。伊豆ワイン。閉めとか、蓋は。すぐ出すの楽だわ。あれか。一回一回さ、違う感動があるよね。ああ、キャンプ2回目で飽きちゃうかもって思ったけど、この間行ったから、うん、
良さそう。すごい出てきた。で、火強めのところに置いた方がいいんだよね。ブロワーみたいな。宮谷な。宮谷ね。ブロワーって言わないでよ。宮谷ですね。宮谷さんにもらったんだよ。前回。ちょっと怖いから、このぐらいの距離で行こうかな。でもこっから、吹きこぼれがすんげー出てんだけど。めっちゃ出てます。今だよ。あ、出てます。うん、出ますけどね。まだ開けないです。でもこっから15分ぐらい置きます。こいつ、ここに空洞ありますね。これはアイオリソース、マヨネーズとマスタードとニンニクと塩と胡椒です。これがちょっと鍋のアクセントになる。ああいいね。おいニンニク頑張れ。あーなんかいいな。玉ねぎぶち込みます。こう、その手袋熱くないですよね。熱くない。わあいい音。お水入れてトマトソースです。うわーもううまそう。ワインに漬けていたタラです。あ、いつの間に。いきますよ。いいよ。沼津のハマグリ。出てる、魚介の出汁。沼津の出汁。うめっ。エビ、エビが強い、うん、うまい、うん、ここにホタテ入るから。砂糖キビス、キビス。バルサミコ酢わかります？あ、わかります。はい、今回はバルサミコ酢の代わりに砂糖キビスを使ってお肉のソースを作ります。この酸味と甘さのバランスがやっぱ肉と合うんですよ。いやーよかった、これ探していて。社長お待たせしました。できた？ご飯がたけるくんが。ご飯がたけるくん？はい。開けちゃおう。頼む。頼むよ。ここにはまだちょっと水いますね。うん。あ、いい感じ。大丈夫か？混ぜたらいけるか？あ、水っぽいか？あ、ちょっとべちゃいな。いや、おかゆおかゆ。いや、これタケルくん、タケルくん、はい、これダメだね。ミスった。ここに来てミスった。うまそう。ちょっと一瞬すいません。これはもう、ほら、もう最高にうまいしかないよこれ。あっちゃこちら行きましょう。うぅうぅうわぁ、ジビエ買うの忘れたな。いらないんだよジビエ。すいません、今回なかったんで店が。いや、いいね、求めてないし、扱いがよくわからんし。では、本日の一品目、ラム肉。このソースつけて、バルサミコ酢じゃなくてキビス。キビス、いただきます。うまい。おい、うまいぞ。ちょっとこれはこれいけそうだな。なんか焼けてそう。うめえ。焼けてる。うん、いい感じ。
おーおーこれやばい。富士だ。めちゃくちゃうまいよ。うまこれはうまいわ。これやばい。サトウキビスやばいね。やばいっす。ほんとあれうまい。パプリカ入れちゃって大丈夫かな。あ、でも平気そうだ、うん、色がいいじゃないですか。うわおお。よだれ出てきた。これ出るよ、よだれ。うわぁ、ちょっとすごい。うわどうぞ。これ染みるぜ。こんな温まるスープ。うわうまいよね。エビすげえ。あ、タラもいんのか、うん、出汁がもうすごいことになってる。混ざってずっと飲める。こうやってうまいね。これやばいっすよなあ。タラうめえ。おいパプリカ、パプリカ効いてるな。パプリカはめっちゃ効いてますよ。最後に入れたからなのかな。うん、であれぐらいがちょうどいいんだ、パプリカ入るの。沼津港の叫びです。こう B ソースがあるんですよ、これ。え、先ほど作りましたアリオリソース、ここにアリオリソースを混ぜます。これはニンニク、マヨネーズ、マスタード、牛乳。あ、牛乳がここに入ってるんですね、うん、これをいやーバイ。角度変わるってことですよね。変わるし、めっちゃうまい。これは何を、これ。これはあの森本さんが失敗したご飯の中に混ぜるベーコンなんですけど。あ、リカバリーを、うん、リカバリーベーコンリゾットにします。俺の炊いた飯の出番ですね。うん、炊いたっていうか、まあ、ベチャったやつね。玉ねぎ、男の玉ねぎの入れ方だったな今、はい、そんなにいっぱい使わねえもんな。頑張れ。うでもまあよみがえってる。インスタントコーヒーすげえ。前回も登場したバッコシ。すげえできた。沼津の叫びからのリゾット召し上がれ。うまい。もうこれはめっちゃリカバリーされてるじゃないですか、うん。うわうまいな。最高でした。やっぱ、ね、誰かがね失敗したのをね。すいません僕が。ワンチームですから。今年の流行語でね、はい。ありがとうございます。失敗したものを仲間が支えてね。うん、今世の中はこう足の引っ張り合いの方向に行ってるけど、うん、やっぱ違う。古来から助け合って生きてきてんだから。うん、そう、失敗はするから、うん、人は。そうなんです。それをいかにおしゃれにね、助けるか。おしゃれにリカバリーする。そうですそうです。おしゃかばしておしゃかばしていかないとね。そうそうそう、うん、私この2回目のキャンプにしてもこのロンブーチャンネルのキャンプ企画の真髄を見ましたね、はい、と言いますと。これ聖地巡礼キャンプがあるなっていろいろアニメの、そうそう、アニメの回って、そう、いろいろあるんだ。確かに今日のこの充実感なんだろうなって考えた時に、やっぱ沼津のラブライブサンシャインの聖地巡礼があって、うん、で沼津の魚たちに会って、うん、でキャンプだから、これやっぱ聖地巡礼キャンプっていう新しいジャンルを打ち立てるべきだと思う。いっぱいあるんだから聖地巡礼。狭いですけどね、ちょっと狭いですよ。狭いと思うでしょ、はい、一個一個めちゃめちゃファンがいるから協力してくれると思うよ。そうか、聖地巡礼、ここも行ってみてくれとか、うん、聖地巡礼応援する、キャンピングカー応援する、キャンプ応援する、料理応援する、この総合エンターテインメントになったね。これで
これはだって YouTube じゃないとできないから。確かに。こんな緩いのやらしてくんないでしょ、そもそも。長くね、丸一日使って。そうよ。聖地巡礼キャンプ。キャンプ。ロンブチャンネルの。どのアニメの聖地巡礼に、そうですね、キャンピングカーで向かうのか。はい。乞うご期待。じゃあ、我々はもうね、お酒も深く飲んで。だいぶ飲みました、また。寝るだけです。はい。毎回楽しいことやっていきたいと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いします。